まあ、この前なんかさ、いろいろと私が言うことに対して、でもジュリが嫌な思いしたと思うし。いや、全然。そんな、本当のことない。ないそう、だからなんか、その、タイミングはあんまりさ、良くなかったのかなって自分で思ってて、辛いというかさ。まあ、ロビンとの関係？うん。心境が、なんか複雑な状態のまま私がなんか畳みかける形になっちゃったかなと思って、ちょっとそれは申し訳ないなと思って。いやいやいや、でも本当に、うんうん、ほのかやりたいことをやってほしいのよ、うん、でも本当に言葉選び方はちょっとあれだったから、うん、ごめんね、うんうん、まあ、あと3回とかしか会えないからさ、うんうん、1回1回ね、なんかもっと仲良くなりたいし、なんか時間大切にしたいからさ、うんうん、楽しもう、うん、もう優しくされたくないの、もう彼女に、もう冷たくされたいの、もう他の女の子に、もう私以外みんなうまくいってほしいのよ、うん、嫌われた方がいいじゃない、嫌われたくないけど嫌われた方がいいかもしれないって最近ちょっと思ってるんだね。気にしないでほしいし、無視してほしいし、冷たくしてほしいの。もう切ない、うんうん、また難しい雰囲気が、空気が流れましたが、はい、うん。